ちは、ハンドメイド作家のみかこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は湯沢屋で購入したエコアンダリアのベージュの糸を使って夏っぽいポシェットを編んでいきます。こちらのエコアンダリアの素材はレーヨン 100% になります。かぎ針は5号針を使用して編んでいきます。それではスタートです。ではまずは輪っかを作ります。輪っかを作り、輪っかにかぎ針の5号針を入れて、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、糸を引っ掛け輪にくぐらせる、鎖編みを42目編んでいきます。鎖編みを42目編んでいきます。3目編みましたので、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。このようにして鎖編みを42目編んでいきます。そして鎖編みを42目編みました。こんな感じになります。では引き続きポシェットの底の部分を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目です。1、2、3目。そして次の目に鎖編み1目に長編みを3目編む増やし目をしていきます。次の目に鎖編み1目に長編みを3目編む増やし目をしていきます。こちらに針を入れて長編みを3目編んでいきます。鎖編み1目に長編みを3目編んで増やし目をしていきます。1、同じ目に針を入れて長編みを3目編んで増やし目をしていきます。2、同じ目に針を入れて長編みを3目編んで増やし目をしていきます。そうしますとこのようになります。そしてここからは鎖編み1目に長編みを1目ずつ40目編んでいきます。ここからは鎖編み1目に長編みを1目ずつ40目編んでいきます。ここからは鎖編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ40目編んでいきます。鎖編み1目に長編みを1目ずつ40目編んでいきます。鎖編み1目に長編みを1目ずつ40目編んでいって、端まで編んで、ラスト1目だけを残して編んでいきます。長編みを40目、端まで編んでいって、ラスト1目だけを残して編んでいきます。そして長編みを40目端まで編むとこんな感じになります。ではラスト1目を編んでいきます。ラスト1目には長編みを6目編んで増やし目をしていきます。ラスト1目には長編みを6目編んで増やし目をしていきます。ラスト1目鎖編み1目に長編みを6目編んで増やし目をしていきます。1、同じ目に針を入れて長編みを6目編んで増やし目をしていきます。2、ラスト1目には長編みを6目編んで増やし目をしていきます。3、4、
ラスト1目には長編みを6目編んで増やし目をしていきます。6。ラスト1目に長編みを6目編んで増やし目をしました。こんな感じになります。ではこちらを横に倒して、ここからは向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを編んでいきます。こちらに針を入れて長編みを1目ずつ編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ編んでいきます。長編みを40目編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ40目編んでいきます。向かい合わせに編んでいる長編み1目に1目ずつ長編みを1目ずつ40目編んでいきます。こちらに針を入れて長編みを1目ずつ40目端まで編んでいって、ラスト1目だけを残して編んでいきます。こんな感じになっていきます。そして長編みを40目端まで編むとこんな感じになります。ではラスト1目を編んでいきます。ラスト1目には長編みを3目編んで増やし目をしていきます。ラスト1目には長編みを3目編んで増やし目をしていきます。1。同じ目に針を入れて長編みを3目編んで増やし目をしていきます。2。3。ラスト1目には長編みを3目編んで増やし目をしました。こんな感じになります。そして最後は立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて、こちらに針を入れて引き抜き編みをしていきます。このようになります。これでポシェットの底の部分の編み上がりとなります。このようになります。では引き続きポシェットの側面の1段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目です。1、2、3目。そして鎖編みを2目編みます。1、2。そして前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。このようになります。そして鎖編みを2目編んで、前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。長編みを2目飛ばしながら長編みを1目ずつ編んでいきます。鎖編みを2目編んで、前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。こちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。方眼編みを編んでいきます。鎖編みを2目編んで、前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。鎖編みを2目編みながら、前の段の長編みを2目飛ばして、そして3つ目の長編みに長編みを1目ずつ編んでいくという形で、側面の1段目はぐるりと1周編んでいきます。
鎖編みを2目編みながら、前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいくという形で、側面の1段目をぐるりと1周編んでいきます。鎖編みを2目編みながら、前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいくという形で、ぐるりと1周側面の1段目を編んでいきます。このようになっていきます。そしてぐるりと1周編んで、ラストとなりました。ラストには鎖編みを2目編んで、そして前の段の長編みを2目飛ばして、最後は立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて、こちらに針を入れて引き抜き編みをしていきます。このようになっていきます。これで側面の1段目の編み上がりとなります。これで側面の1段目の編み上がりとなります。では引き続き側面の2段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目です。1、2、3目、そして同じく鎖編みを2目編みます。1、2、そして前の段の鎖編みを2目飛ばして、3つ目に編んだ長編みに針を入れて、鎖編みを2目飛ばしたら3つ目の長編みに針を入れて長編みを1目編んでいきます。方眼編みを編んでいきます。このようになります。鎖編みを2目編みながら、前の段の鎖編みを飛ばして長編み1目に長編みを1目編んでいきます。こちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。このようになっていきます。方眼編みを編んでいきます。鎖編みを2目編みながら、前の段の鎖編みを2目編んでおりますので、2目飛ばして3つ目に編んだ長編みに針を入れて長編み1目に長編みを1目編んでいきます。鎖編みを2目編んで、前の段で編んだ鎖編みを飛ばして3つ目に編んだ長編みに針を入れて、鎖編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。鎖編みを2目編みながら、鎖編みを飛ばして長編み1目に長編みを1目編んでいくというパターンで、ぐるりと1周2段目を編んでいきます。こちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。鎖編みを2目編みながら、前の段の鎖編みを飛ばして長編み1目に長編みを1目編んでいくという形で、ぐるりと1周編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。方眼編みを編んでいきます。そしてぐるりと1周編んで、ラストとなりました。ラストも同じく鎖編みを2目編んで、1、2、前の段の鎖編みを2目飛ばして、そして立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて、こちらに針を入れて引き抜き編みを
していきます。このようになります。これで側面の2段目の編み上がりとなります。2段目と同じ編み方で引き続き3段目、4段目、5段目と編んでいきます。引き続き2段目と同じ編み方で3段目、4段目、5段目と引き続き編んでいきます。そして方眼編みを合計23段編みました。こんな感じになります。残り2段を模様を変えて編んでいきます。では引き続きかぎ針の5号針を使用しながら24段目を編んでいきます。まずは立ち上がり鎖編み3目です。1、2、3目。そして前の段の鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾いながら長編みを2目編んでいきます。鎖編みを丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。1、丸ごと目を拾いながら長編みを2目編んでいきます。2、このようになります。そして前の段の長編み1目に長編みを1目編んでいきます。前の段の長編み1目に長編みを1目編んでいきます。24段目は長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾いながら長編みを2目編んでいって、鎖編みには長編みを2目編んでいって、1、丸ごと目を拾いながら、鎖編みを丸ごと目を拾いながら長編みを2目編んでいって、そして長編み1目には長編みを1目編んでいくという形で、24段目は長編みをぐるりと1周編んでいきます。前の段の鎖編みに針を滑らせて長編みを2目編んでいって、丸ごと目を拾いながら、鎖編みを丸ごと目を拾いながら長編みを2目編んでいって、2、丸ごと目を拾いながら長編みを2目編んでいって、そして前の段の長編み1目には長編みを1目編んでいくという形でぐるりと1周編んでいきます。24段目は長編みを編んでいきます。前の段の鎖編みには丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいって、1、丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいって、2、そして前の段の長編み1目には長編みを1目編んでいくという形でぐるりと1周編んでいきます。このようになっていきます。そしてぐるりと1周長編みを編んで、ラストとなりました。ラストには鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾いながら長編みを2目編んでいきます。鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。1、鎖編みを丸ごと目を拾いながら長編みを2目編んでいきます。2、そして最後は立ち上がり鎖編み3目の3つ目の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをしていきます。このようになります。これで24段目の編み上がりとなります。24段目は長編みを編んでいます。
では25段目最後の段を編んでいきます。25段目は引き抜き編みを編んでいきます。では前の段の長編み1目に引き抜き編みを1目ずつ編んでいきます。前の段の長編み1目に引き抜き編みを1目ずつ編んでいきます。そして形を整えていきます。前の段の長編み1目に引き抜き編みを1目ずつ編んでいって形を整えていきます。前の段の長編み1目に引き抜き編みを1目ずつぐるりと1周編んでいきます。前の段の長編み1目に引き抜き編みを1目ずつ編んでいきます。前の段の長編み1目に引き抜き編みを1目ずつ編んでいきます。そうしますとこのようになっていきます。ぐるりと1周編んでいきます。そしてぐるりと1周引き抜き編みを編んで、ラスト1目となりました。ラスト1目にも引き抜き編みを編んでいきます。前の段の長編み1目に引き抜き編みを編んでいきます。そして最後は編み始めの目に針を入れて、編み始めの目に針を入れて引き抜き編みをしていきます。このようになります。これで編み上がりとなりますので、糸はカットしていきます。これでポシェットの本体の編み上がりとなります。では引き続きボタンループを編んでいきます。ボタンループを編む位置ですが、まずはポシェットの底の部分を真ん中から半分に折ります。そして上に上がっていって右側と左側に待ち針を打っておきます。そして下の面の真ん中から糸をつけてボタンループを編んでいきます。今回は 1.5 センチのウッドビーズに合わせてボタンループを編んでいきます。ではボタンループを編んでいきます。かぎ針は引き続き5号針を使用して編んでいきます。ではまずはポシェットを編んだ糸と同じ糸を使って輪っかを作っていきます。糸をつけて編んでいきます。輪っかを作り、先ほど印をつけた下の面の真ん中の編み目、こちらに針を入れていきます。こちらに針を入れて、今作った輪っかを引き入れていきます。これで糸をつけて編んでいきます。ギュッと絞ったら、ではここから鎖編みを15目編んでいきます。ここから鎖編みを15目編んでいきます。鎖編みを15目編んでいきます。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、鎖編みを15目編んだら、編み始めの目に針を入れていきます。こちらに針を入れて引き抜き編みをしていきます。引き抜き編みをしていきます。そして糸をカットします。
これでボタンループの編み上がりとなります。では引き続きポシェットの肩紐を編んでいきます。肩紐を編み始める位置ですが、ポシェットを正面に向けて右側の待ち針を打った位置から編み始めていきます。糸をつけて編んでいきます。かぎ針は引き続き5号針を使用します。糸の方はポシェットを編んだ糸と同じ糸で編んでいきます。糸をつけて編んでいきますので、まずは輪っかを作ります。輪っかを作り、先ほどの待ち針の位置に針を入れていきます。先ほどの待ち針の位置に針を入れていきます。そして今作った糸の輪っかを引き入れてきます。これで糸をつけて編んでいきます。糸をぎゅっと絞ったら、鎖編みを250目編んでいきます。鎖編みを250目編んでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、このようにして鎖編みを250目編んでいきます。そして鎖編みを250目編むとこんな感じになります。ではこちらを向かい側の待ち針を打った位置で引き抜き編みをしていきます。ではこちらの待ち針の位置に鎖編みからの続きの針を入れていきます。このように入れていきます。そして引き抜き編みをしていきます。このように引き抜き編みをしていきます。そうしますとこのようになります。そして立ち上がり鎖編み1目を編んでいきます。1、そして今引き抜き編みを編んだ目に針を入れて、今引き抜き編みを編んだ目に針を入れていきます。そしてここで細編みを1目編んでいきます。細編みを1目編んでつなぎ目を強固にしていきます。そしてここからは肩紐で編んだ鎖編みに針を滑らせて、丸ごと目を拾いながら細編みを281目編んでいきます。細編みを281目編んでいきます。鎖編みに丸ごと針を滑らせて、細編みを281目編んでいきます。丸ごと目を拾いながら鎖編みに針を滑らせて、丸ごと目を拾いながら細編みを281目編んでいきます。鎖編みに針を滑らせて、丸ごと目を拾いながら細編みを281目編んでいきます。鎖編みに針を滑らせて、丸ごと目を拾いながら細編みを281目編んでいきます。端まで編んでいきます。このようにして編んでいきます。そして細編みを281目端まで編むとこんな感じになります。最後は編み始めの目に細編みを編んでいきます。ではこちらの鎖編みの編み始めの目に針を入れて、こちらに針を入れて細編みを1目編んでいきます。
細編みを一目編んでいきます。これで編み終わりとなりますので糸をカットしていきます。このようになっていきます。そしてすべての糸の始末をしていきます。そしてすべての糸の始末が終わり完成となりました。こんな感じになります。真ん中に 1.5 センチ幅のウッドビーズをつけてボタンループで留められるようにしています。使った編み糸は合計2個でサイズは横が 16.5 センチ縦が 21.5 センチになります。肩紐の長さは1メートル18センチになります。では実際に肩からかけてどんな感じになるか見ていきたいと思います。肩からかけるとこんな感じになります。お財布とエコバッグがすっぽりと入る大きさになっています。これで方眼編みの夏用のポシェットの編み上がりとなります。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回。バイバーイ。